ム初心者外国人と見るガンダムシード2話やっていきましょう。ぜひと皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。そしていろいろとわからないことがあると思いますけども、コメント欄で助けてください。よろしくお願いします。それではいきましょう。レッツゴー。おー、どういう状況だこれは。前回相当なあれをしたけど、ミイラ70、血のバレンタインの悲劇によって地球プラント間の緊張は一気に本格的武力衝突へと発展した。誰もが疑わなかった数で勝る地球軍の勝利が、当初の予測は大きく裏切られ、全国は疲弊したまま、すでに11ヶ月が過ぎようとしていた。あれから11ヶ月ってこと？今回起きたことが血のバレンタインじゃないよね、別だよね。前回起きたことが血のバレンタインなの？これが血のバレンタイン？ちょっとわかんない。前回これがそうなの？これがそうなの？バレンタイン。バレンタインってことがあって、時間が経って、これに至って、ここからのって話なのかな？で、ここの出会いどういう状況なんだこれは。なんで敵同士になってんの？仲良しじゃないのここ。なんで？あんなに一緒だったのに、なんで？なんで？これ最初俺どっか投げ捨てられたと思ったんだよね。あの、キラ、ヤマト君。中にちゃんと室内に入れられたんだね。はい。ああ、入ってる。ちゃんと入ってる。はい。うわ、痛そう。だけでも私にだって動かすくらい。おお。すげえ、やっぱなんかガンダムの中でかっこいいよな。おお、もう一個ある。おお、アスラン、いや、そんな、まさか。まあ、さっきのね。おお。ああ、やっぱガンダムだ。水星の魔女の場合はガンダムがガンダムじゃないってあったけど、これガンダムですね。よかった。これガンダムじゃないって言われたらマジどうしようと思ったもんね。水星の魔女はそれあったから。ガンダムじゃない、ダブスター親父がね、びっくりするよね。これガンダムじゃなかったら。ガンダムじゃないだと。あー、前回の流れ、エンディングに入っていく感じをイメージした。うわ、すげえ。うわ、なんか今回音楽が全然違うから、また新たな感覚で見れるわ。超かっこいい。この流れからのインボークってたまんなくね。最高だわ。おお、おお。さあ、これはどういう状況だ。レベル8の避難命令が発令されました。これプラントな、これプラントよね、名前。いやいやいや、人がいるところでドンパチ、これやべえだろ。うわ、かっこよ、サイズ感かっこよ。あ、いや、最悪な状態だけどサイズ感がかっこいい。おお、これガンダムやろ。まだいたのか、アスラン。ラスティング失敗だ。何？向こうの機体には地球軍の士官が乗っている。ちょっと、もう一度。ラスティは失敗だ。ラスティは失敗。ラスティ、ラスティ何？あのガンダムの名前。いや、よろけてるやん、めっちゃよろけてるやん。あー、やっぱこの姉ちゃんか。サイ、トル、カズイ、服めっちゃロックだな。ネキバサラが着てそうな服やな、赤黄色で。おー、剣出すの、剣。マジで。うわ、エンディングでなんか一人剣刺さってるやついたけど、やっぱ剣で刺されるガンダム出てくんのこれ。いや違う、うわ、そんなところにいるはずが。お互い思ってる。うわ、あんなに人だったのに。これ言いたいだけ、これは言いたいだけだが、でも本当にそうだよね。なんで人だったのにね、バラになってんのか気になるわ、こういう状態に。おーっと、なんでわざ、すみません。ちょっと待って、真面目に見てんのになんで、うわーとか言って、だからおっぱいにボヨンっていくんだよ。ふざけんなよ。いや、なんかあの、もともと言われてたけど、ガンダムシードはちょいちょいエロシーンあるよって。ここ真面目でええやん。なんかハイスクールオブザデッドじゃないけどさ、真面目なシーンでエロ入れてくんだよ。いや、いらねえだろ。欲しいけど。いや、もう一回。もう一回とか言って。もう一回、はい。ほら。ちょっと言ったような言ってないような。怒られてるしな。何やってんだよ。いやー、邪魔やろ。待って、これ変わるの、色変わるの。そんなシステム、このモビルスーツ色変わるんですか。いや、びっくりしたわ。こいつらはフェイズシフトの装甲を持つんだ。フェイズシフト展開されたら人のサーベルなど通用しない。あ、これがフェイズシフトってやつ。おー、こっちも色が変わることがそれなのね。うわ、かっこよ、ドドドドド、すげえ。うわ、かっこよ、すげえ。やべえ。で、この赤いガンダムもかっこいいな。うわー、いや、でも面白いね。なんか黒とこのね、ザ・ガンダムカラーベッキーでいたんだと思ったけど、突るの。あ、こっちも撃つ。まだ、うわ、音がいい、音が飛行機みたいな。めっちゃいい、めっちゃいい、この音。おおおおおお、そんな動きで
ガン攻めだね。うわお、あ、でも本当だったら切れそうなもんなのに切れない。うわ、すげえな。え、あー、はいはいはい、今の姉ちゃん見覚えあると思ったらこの子だよね。はい、生意気なんだよ。ナチュラルがモビルスーツだぞ。ナチュラルじゃねえな。これまだわからないワードいろいろと出るんで、お願いします。うおーおーおー、何すんの、いじれんの。え、いじれるの、なんで、そういう学校なの。あの年頃ではもう戦ってたのにって言われてたけど、ここにはまだ人がいるんです。おお、こんなものに乗ってるんだったらなんとかしてくださいよ。なんとかしてくださいよ。え、意外とやれるんだ。むちゃくちゃだ、こんな OS でこれだけの機体を動かそうなんて。おお、まだ全て終わってないのよ、仕方ないでしょ。へえ、このいろいろと詳しいんですね。早く解いてください、早く、怪我人やぞ。え、なんか立場逆転してる、なんかおもろいな。そんなに、へえへえ、なんですげえ。あ、これはちょっと状況変わるね。あー、おー、やばくない、超かっこいいんだけど。うわ、ゼロモメントポイントおよび CPG を再設定。なら基地必須の分子4ポイントに制御モジュール直結、ニューラルリンケージネットワーク再構築、メタ運動やパラメータ更新、いや、分からん、再起動、伝達関数、分からん、これより偏差修正、運動ループ接続、システムオンライン、分からん、ブートストラップ起動、天才、とりあえず天才。急に動きが、おーっと出した、銃、何これ、なんて名前これ。お、うわ、かっこよ、うわ、かっこよいな。なんかこのシステムもまたいいんだよな、宇宙もいけて、こういった中もいけてっていうさ、超いけてるわ。うわ、音が気持ちいい、飛行機みたいな。うわ、かっこいい、これだけか、かっこいいな。なんかガンダム乗りってなんかそういったセリフ系のやつあるよね、強い、なんかこういう一個一個が名言みたいなんだよな。ちょろちょろととかなんか言いそうだね、ガンダムゲームとか。おお、こんな短い獲物で、すごいね。行ったかこれ。おお、すげえ。ハイドロ音なし、多元駆動システム停止。わお。そうか、ガンダムに詳しいからここ狙ったらいけるみたいな感じかな。自爆これ。どうやって行けんのこれ。ティンから離れて。自爆や。自爆やー。わお。とはいえどもこの硬い走行がだめ今。ちょいちょい止めて、本当に申し訳ない。これ今、俺の気のせいじゃなければ、はい、おっぱいが、おっぱいが。いや、好きよ、俺こういうの大好きよ。あの、決め手はこれだったんで。あらららら。おっぱいが好きとか言ってたら、こっちはこっちで大変なことになってるやん。わー、わーお。うわ、これ今ってことやんな。え、無重力で OK なんだ、これ。空気とかあるんだね。そう、システムがわからんわ。うわ、いや、これはやばいわ。うわ、これはやばいわ。しかもそこからなんか穴開くんじゃないの。この戦力差ではどうにもならんか。おお、ディオ、これは敵なのか味方なのか、どっちなんだい、これは。うわ、この機械赤いのを見ると陰謀区を思い出す。緊急起動、消火班、イデッケ、オロールが大破だと。これどうやらいささかうるさい、どっち勢力これ。かっこいい声、レーザービーコンを受信、めっちゃいい声。ミエルが機体を失うほどに動いているとなれば、最後の一機そのままにはしておけ。おお、おお、おお、え、最後の一機がこれってこと？うわ、かっこよ、なんか、うわ、めっちゃ色々となんか武装してんじゃん、かっこよ。え、ちょっと待って、やっぱおもろいわ。でも、え、もう半分なの？早っ。情報量多いから、あの、追いつかないし、面白いし、おっぱい大きいし。ごめん、なにこれ。あー、帽子か。生き残ったもの、うわー、え、なんで息できんのこれ、なんで息できんの？これは運転手の兄ちゃんか？なんとなく運転手の兄ちゃんっぽいけどね、この姉ちゃんの。引き上げる。おお。まだ何か。これは。なんだ？何に気づいた？てれれん。この音なんかドラゴンボールで聞くな。親方様の声これ。港。金髪からの港。黄色い閃光、赤い彗星、黄色い閃光みたいな、なんかそういうのからのみたいな感じなのかな。か、まあ、ナルトスも後だもんな、多分。ガンダムシーンの後だもんね、多分、ナルトの父ちゃんの黄色い閃光とかって。気がつきました。からのかけてんのかな、これに。
その考えちゃうよね。あ、で、キラヨビリーダー。キラヨビね。べっぴんさんや。べっぴんさんって言葉あんま使わねえから、べっぴんさんや。すみませんでした。なんか僕、むちゃくちゃやっちゃって。うん、いやいや、すごいよ。大活躍だよ。ありがとう。いや、でも体めっちゃ痛いだろうな。ガンダム撃っての。お？お？お前ら、あんまりいじるなって。おい、乗ってるけど。大丈夫これ。おいおい。焦るわ。メインバッテリーが切れたんだとさ。へぇー。その機体から離れなさい。そういう感じなんだね。うわー、撃ったー、キッズに撃ったー。容赦なく撃つね。やめてください。彼らなんですよ。気絶してるあなたを下ろしてくれたのは。おーおーおーおお、なんでもあり。感謝します。はい、でもあれは軍の重要機密よ。お、民間人がむやみに触れていいものではないわ。それを全部理解してたよね。さっき操縦してたのキラちゃんか。それな、それな、それな。みんなすぐ銃向けんなよ。なんかエヴァのあの姉ちゃんみたいな、あの紫髪の名前はちょっと忘れちゃったけど、韓国の声のペンギン大好きクラブのサイ・アーガイル・ミサトさん。バースカーク・トール・ケーニヒ・ミリアリア・ハウ。ミリアリア・ハウ、女の子だけ覚えていくスタイル。ミリアリア・ハウ。ヤマト、ゴミじゃねえか俺。私はマリュラミアス、地球連合軍の将校です。連合軍、申し訳ないけど、連合軍の将校。あなたたちをこのまま解散させるわけにはいかなくなりました。おお、ガンダムのこと知ってるから。軍の重要機密を見てしまったあなた方は、お、しかるべきところと連絡が取れ、それで決定するまで私と行動を共にしていただかざる。エンディングで軍服着てたからさ、冗談じゃねえよ。これで軍入るのか。従ってもらいます。僕たち、はあ、ヘリオポリスの民間人ですよ。ヘリオポリスな。ヘリオポリス、プラント、ヘリオポリス、ここのね。だいたいなんで地球軍がヘリオポリスにいるわけさ。そっからしておかしいじゃねえかよ。そうだよ、だからこんなことになったんだろ。黙れていそうだね。おお、やっぱり黙れだよね。黙れだよね。そうだよね。黙りなさい。わあ、黙りなさいですよね。ない子供が、はい、中立だと関係ないと言ってさえいれば今でもまだ無関係でいられる。うんうん、まさか本当にそう思っているわけじゃないでしょ。まあそういう状況じゃないよね。ここに地球軍の重要機密があり、うん、あなたたちはそれを見た。はあ、はあ、それが今のあなたたちの現実です。地球軍の秘密がこのガンダムってこと。最後の一機、そこに繋がるの。何でも戦争をしているんです。おお、コーディネーターとナチュラル、プラントと地球。あなたの外の世界はね。え、ちょっと待って、プラントと地球、プラントと地球で彼らは今プラントにいるわけでしょ。だからそこがね、アスランと俺すげえなんかごちゃったんだよね。あのキラーとも同じような話をしてたじゃんってなった時に、プラントと地球が戦ってます、でもこれは地球の秘密を知ったのがあかんって言ってるわけでしょ。地球の秘密って何？プラントではないじゃん。戦争が起きてる、戦争起きてることが地球の秘密。それは地球との関係性を表すものだから違うじゃん。地球の秘密ってことはプラント側になぜかこのガンダムがある、ガンダムが地球のものであるという考え方で合ってんのかな。ちょっと本当にね、あの頭悪いんでごめんなさい。コメント欄で助けてください。本当にすみません、心配なもので。乱暴でも何でももう一回戦争をしているんです。でもう一個言ってるよね今。地球、はい、コーディネーターとナチュラル。コーディネーターとナチュラルっていうのがまたあの陣営なのかな。要するに黄色い閃光って俺が言ってるあの仮面の兄ちゃんがその何かってことだよね。でアスランはアスランで今回の地球って考えるべきなのかな。でキラがプラントっていう風になって、で黄色い閃光とあと何が出てくるのっていうところだよね。わかんないけど、わかんないけど、もう黄色い閃光ってあの名前まだ俺聞けないんで、ちょっとすいません、黄色い閃光で。みなとさんでもいいけど。おお、おお、かっこいい、かっこいいとか言ってちゃダメだけど。ラウル・クルーザー、ラウル・クルーザー、覚えることが多い。でもとりあえずかっこいい。もっともお前にも私がご同様かな。おお、ヘリオポリスの中に。はあ、ここがこういう風にバチってる状態なのこれ。爆発の時艦におりました。ほんの数名だけです。はあ、はあ、はあ、ほとんど行員です。うわ、状況は大変そうだねこれ。どうなってる。私どももまだ周辺の確認をするのが手一杯で。おお、このプラント大丈夫？いろいろと穴開きなってそうやけど。これ式のことで沈みはしないか。しかし港口側は瓦礫が密集してしまっています。どうやって出るか。閉じ込められました。なんか撃つのか。撃つしかないよね、むしろ。まだ通信妨害されている。おう、だが、ではこちらは陽動。ザフトの狙いはモルゲンレッタということか。ザフト、あちらの状況は。知恵はどうなったのだ。ザフトイコールアスラン。では何もわからん。誰だ。こちら X105 ストライク、地球軍応答願います。ほう、地球軍応答願います。うわ、もう状況が全くわからなくなった。地球軍イコールあの船の中。いや、わからん。ザフトイコール地球軍の名前かと思ったけど、わからん。ちょっと詳しくお願いします。ありがとう。
予習復習します。この後僕たちはどうすればいいんです？ストライカーパックを、そしたらこれさ、何が難しいって、その予習復習するにしてもその輪だけで限定で見るしかないんですよ。で僕あんまり検索するの嫌なんですよ。っていうのが、だいたい何々って入れたら、まあ、キャラ名なんて入れたらスペース死亡って体が出るんですよだから予習復習がマジでやりづらいんですよ。もう本当に下手に検索できないんですよ。だから僕の予習復習って皆さんのコメントを読んで、あ、そういうことかっていう風に知っていく。ネタバレ見ないようにしないといけないから、自己防衛の時代なんで、自己防衛おじさんもいたみたいに、本当にそうなんで、マジで見れないんですよね。本当に怖いんですよ。もうキラヤマトとかでも検索したくないですもん。死亡とか大概出てきそうですもんね。はい、ということで、皆さん本当ごめんなさい。ちょっと他力みたいな感じで申し訳ないですけど、コメント欄でちょっといろいろとここまでのこの地球軍イコールザフトなのどうなのか、ちょっとめっちゃごちゃってます。僕バカです。先に言いきます、バカです。おっぱい大好きなバカです。ほんとごめんなさい。キラ君、もう一回通信をやってみて。おう、はい銃で脅しといてしっかり頼るんやなこんなところで、彼の機体だいぶ特殊だね。まあ横がついてるのはいいけど、縦があるから特殊に見えるんだな。あまり見たことないタイプの機体ですね。この辺で消えてくれると嬉しいんだがね。かっこよ、普通に喋るだけでかっこいいわ。あらら、おお、取る外しできんだね。艦を発進させるなどこの人員では無理です。おお、そんなことを言っている間にやるにはどうしたらいいかを考えろ。うわ、かっこいい。そういうこと。はまだ戦闘中かもしれんのだぞ。無理とかどうでもいいんだよね。いいね、ナイス。見過ごせとでも言うのか。クールな女性ですね。連れてまいりました。シートにつけ、言ってるそばから指示通りにやればいい。はい、人は集まってくる。いいね。外にはまだザフト艦がいます。戦闘などできませんよ。分かっている。艦起動と同時に特装砲発射準備できるな、総長。特装砲やばそうだね総長。発進シークエンススタート。非常事態の、うわすげえ。プロセス C30 から L21 まで省略。主動力オンライン。かっこいい。俺こういうのすごい好き。出力上昇異常なし。定格まで450秒。長すぎる。ヘリオポリスとのコンジットの状況。生きてます。おお、そこからパワーをもらえ。コンジットオンライン。パワーをアキュムレート。ヘリオポリスはプラント。ヘリオポリスはプラント。フロー正常。定格まで20秒。お生命維持装置異常なし。おいいね。システム生命維持装置一番大事だろ。 CS コンタクト磁場チェンバーおよびペレットディスペンサーアイドリング正常。うわかっこよ、かっこよ。最大出力でホールド。設定が細かいよね。エンジン異常なし。考えるだけで大変そうだもんな。オンラインてか考えれない。こんなすごい細かいの全部。総員衝撃および突発的な艦隊の破壊に備えよ。全身備足。アークエンジェル発進。これガンダム、これ作者めっちゃ頭いいよな。すげえしょうもない意見でごめんなさいね。当たり前すぎてあれなんですけど、先生なんで。でもシンプルに頭良くないですか。こんなすげえの組めるのめっちゃかっこいいよな。すごいよ。一個のストーリーを作るレベルじゃないもんね、この作り込みが。うわかっこよ、かっこよ。てかやっぱあれなんか変身しそうやな、今のでっかい機体。なんか横のあれが足に見えた。なんか変身しそう。どれですかパワーバックって。いや声が若々しいんだよな。スクライドのカズマと全然違う。声優ってすげえなマジで。声優様々や。まだ解除にならないのね、避難命令。怖いねこれ。親父やお袋たちも避難してんのかな。それそれ一番心配になるよね。早く打ち帰りて。おーっとおーっと、これは帰りたいどころの騒ぎじゃねえな。入ってきちゃう。うわモビルスーツ、これうわあ。あら見つかった。あれか最後の息。やばいね、やばいね。どうなる、乗らないといけないよねこれ。乗らないといけない。両方に狙われてる。3つの勢力がざっくりあるよなこれ。さっきの話は4つぐらいあったけど、で全部狙われるんやろ最後の一機が。地球軍とゲリラみたいな感じかな。地球軍ゲリラで宇宙の軍があってみたいな。やべえじゃん、乗ってんじゃん。えかっこよ、かっこよ。行動力やべえ、行動力やべえ。そして沈んでもらうってこと、沈むっていう表現いいな。おーすごい。やっぱそうだよね、発射しないと出れないもんねここから。いやこれプラントもダメじゃんこれ。うわかっこよ。うわここで曲くんのか。うまいな、うまいな。このスローな感じと演出うめえな。1話と似てんだよスローなのと。うわうわ声が素敵。ここで終わんのか。めちゃくちゃいいわガンダム、ガンダム。
言いたくなる。誰か言ってんじゃない、ガンダーンって誰か言ってる気すんだよな。わかんない、ドモンあたり言ってんのか、ドモンスカッシュだっけ、ドモンカッシュだっけ、レモンスカッシュじゃねえもんな、ドモンカッシュやな。俺が唯一知ってるようなワードレス、はい、もう前回も言いましたけど、ゲームガンダムスーパーロボットスピリッツ64のね、戦う格ゲーみたいなせ出てきます。はい、ということでめちゃくちゃいいな。ミゲルアイマン誰誰誰誰誰、ふざけんなよ、ミゲルアイマン誰だよ。ちょっと待って待って待って、ミゲルアイマン、ちょ、あんまり検索するとあかんから、検索ワード見ずに予測変換だけ見て、ミゲルアイマン、あーマジでこいつが最初に戦ってたやつが、わかんねえわかんねえ、おいこの人何でもできんな。会社の社長であり、アーティストであり、その最近ではボディービルダーであり、はい、声優であり、ミゲルアイマン西川貴教めちゃくちゃやろ、兄貴めちゃくちゃやろ、本当に何なの一体、やべえ。今これパッと今見て、西川貴教、西川貴教声の出演、声の出演名前全くわからんわ。いやすげえな。でタレントでもあり、何でもできんな本当に。やっぱ俺兄貴大好きっすわ本当に。マジで俺日本のアーティストでもトップクラス本当に大好きなんですよ。自分がもうこんなのになりたい、こんな神様になりたいってもう願うような、何でもできる人、万能薬、もチョッパーが作った万能薬がね、西川貴教さんですよ。はい、ということで今回はこの辺で、続いて3話でね、お会いしていきたいと思いますけども、本当にいろんな情報が出すぎてわからないことばっかなんで、皆さん恐縮です、コメント欄で教えてください。今も検索するときに俺は上の何が出るても見てないんで、なんかスペース何みたいな、もう予測変換のところだけしか見てないんで、もうそんな状況です。なので皆さんの情報源が僕の全てです。恐縮です、いろいろと教えてください。ちょっとまだわからないんでよろしくお願いいたします。ということで、グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。 See you next time!